ほら、おう、ちょっとうるさい、うるさい、うるさい、もう、いや、ここじゃん、はい、大変ですわ、うまい、ほんまもう忙しすぎて、はい、ほんま、ああ、ほんま、もう忙しくて大変で、僕やるで大変でもう。そっちももう僕やるも大変ですよ、ほんまもうもう大変ですよ、ほんまに。ええ子やないですか。いやいや、もうね、言うこと聞かないですよ。こんなもんですよ。ああ、そうなん、もうね、今難しいね、年頃なんで。決まりかは偶然ですわ。ああ、ほんまに、ああ、もうやっとるな。今日ちょっとシンナーでもあーお伝えていきましょう。ただでさえアホやのに、はい、さらにアホになるっちゅうね、ここじゃな、はい、ほんまにこれ以上マウス溶かしたらもうえらいことですわ。ですよね、はい、ああ、これすごい数やってますね、これ、はい、もう頑張りました。あー、ね、頑張ってますね、はい、いやでもこれなんでこんな売れるんやろな、ね、やばいっすよね、これやっぱあれかな、あのデザインっていうか、やっぱ名前ネーミングちゃいます、あポポンソールっていうね。うん、まあ、それやったらありがたいですけども、うん、やっぱそのないと思うんですよ、ポポンソールなんか世の中に。多分ないと思う。高島屋行ったらあるかも分かんない。高島屋にもないですよ。高島屋のおばはんが売ってるかも分かんないです。あほんだらもう僕はもう100人ぐらいいます。あ、そうなの。オラが無理です。無理ですか。高島のおばはんがポポンソール売ってたら俺多分買うと思います。ああ、でも類似品には注意してくださいね。ああ、類似品 ね、はい、ね、世の中にいっぱいありますね、類似品が。あ、ポポンソールね、はい、でもさすがにポポンソールっていうネーミングはあれでしょ。ないでしょう。ないでしょう、はい、つけないでしょ、ポポンソールなんか。つけないでしょう。普通つけるんでしょ。普通つけないですね、ポコンソール。その発想はやっぱりポコちゃん以外出てこないと思うんですよ。やっぱり、いやしかしね、はい、もう忙しすぎてね、はい、ちょっともうなんかもう察しますわ、もうね、はい、ちょっと頑張りすぎてますよね、はい、あ1週間ぐらい南の島に行きたいでしょ。あ、もう行きたいですね、ちょっとこう癒されたいですよね、はい、そういう、はい、じゃね、はい、そういう時期に来てますね、今。そうです ね、時期も時期やし、ね、5月過ぎて、6月入ってですよね、もう言うたらもう中盤戦っていうか、はい、まあ言うたら、7月っていうことは後半戦に入ったってことですね、はい、今中盤戦、もうね、1年そういう時期に人間がちょっとこうね、ですよね、ナーバスになっちゃうんですよね。ですよね、はい、もういろいろやっぱり、あれですよね、はい、言うたらほらそのこの1年間通してこうやっていかなあかんじゃないですか、はい、毎年毎年、はい、もうポコ勝負じゃないですか、はい、うん、ポコ勝負ですね、男はポコ勝負、男はもうポコってなんぼやからね、はいはい、やっぱり、うん、ポコっていきましょうってね、なぜか僕はいつもポコられてるんですよ。で8時だよ、ね、はい。また関係ないですけど、ね、全然関係ないです今。今この状態がね、はい、カスタムクラブがあるのも、はい、ポコちゃんのもう 100% ポコちゃんのおかげですわ。お客様のおかげです。お客様のおかげですか、はい、ねえ、やっぱりそれは。でもそのお客さんはあのポコちゃんを選ぶっちゅうね、はい、選択をしてるっちゅう。 ありがとうございます。ねえ、あるんですよね。まあちょっとあのたまにはね、はい、あのコンソール以外のこともやっていこういかんとね、あと思ってるんですけど、はい、いかんせん、はい、あのちょっとあの欲しい欲しいが止まらないっていうね、はい、あもう俺も俺も作ってくれみたいなね、はい、もうすごい、うん、作っては送って作っては送ってね、うん、で今日ちょっとあれなんですよ、はい、あのその発想ミスじゃないんですけど、はい、今、はい、あのあれあるじゃないですか、はい、聞いてます、はい、お中元の時期で、はい、まあ、どうしてもやっぱり、ね、はい、遅れたりとかね、発想の方があって、
まあ仕方ないんかなと思うけど、ちょっと今多分ちょっとコロナの関係でみんなお歳暮を考えたり、うん、送ったりすることも増えたんじゃないですか。ですよね、はい、うん、だからちょっとこう我慢してくださいっていうね、はい、うん、ちょっと申し訳ございませんですけど、なんかもうあれやな、はい、この今やってるその作業、はい、これ見てたら、はい、あの日本の伝統工芸みたいな、なんかあの輪島塗りみたいな輪島塗り作ってんかなと思ったからねな、うん、日本の伝統、これ NHK いけるんじゃん。あ、いや、あ NHK 無理やな、ポコちゃんが。僕が無理です。断られるやつや、はい、NHK にね。ああ、それは仕方ないね、はい、ちょっと民放もちょっと無理やもん、はい、NHK はもう 100% 無理なんですけど、民放もちょっと無理で、 CS もちょっとね無理やって言われて、やっと今 YouTube でね、やっと配信できる。 YouTube だけ、うん、大丈夫、うん、YouTube ここ配信してるっていう、はい、はい、そういう感じでやらせてもらってます。やらせていただいてます。楽しく、はい、もう楽しくて仕方ないっちゅう、はい、仕方ないですよね。だまあこれちょっと、待ってますよ、みんな。はい、頑張ってます。頑張ってください。もうシンナーでグリグリになりながら頑張ってます。ああ、もうね、こんなんもうね、もういろんな意見を聞いてるんですよ、はい、もうこのやっぱポコンソール、はい、ね、やっぱりもう僕なんかそうやけど、ポコンソールこんなん何歩あってもええ思ってるから、はいはい、ポコンソールもうこんなん何歩あっても困らへんと思ってるんでね何歩あってももう困らへん、何歩あってもええわっていうね、ポコンソール、はい、ああもうそれを合言葉にね、はい、うん、もう一人のお客さんがもう3つも4つも言って、ね、コンソールいただきました言って、はい、こんな何本あってもええからってね、はい、はいう感じでやらせてもらってるんで、はい、はあ、じゃあこの辺で、はい、しときますか今日は、はい、今週はちょっと鬱陶しい日が続きますけど、でずっと雨やな、はい、っていうかあのそれも思ったやん今日、はい、あの梅雨入り宣言したやん、だいぶ前に、なんか1ヶ月ぐらい前に梅雨入り宣言せんかった。あんな嘘やからな、今週からやで、はい、梅雨入りなんかな、うん、相当前にやりましたね。フライングしすぎやでな、ね、うん、そういうのもあって、はあ、まあちょっと鬱陶しい時期なんですけど、はい、ちょっとね車両の方どんどんまた仕上げていかなあかんっていうのがあって、はい、うん、大変ですわ、はい、はあ、ちょっとその辺も含めて頑張っていきましょう、はい、今週もうね、忙しいですね、はい、毎週忙しいですけど、はい、うん、もう暇、じゃあまあまあ暇やったらちょっと困るんですけどね、はい、うん、暇が一番怖いですわ、はい、怖いですよね、はい、はい、ちょっと頑張っていきましょう、はい、はい、すいません、じゃあ今週もじゃあまたまあまあ後でまたちょっといろいろやっていくんで、はい、また他の作業もよろしくお願いします、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ また後ほど頑張りましょう、はい、またご覧ください。何してんの？いや、もう発見してしまいました。発見した、いきなりこの LM9 からのポッコリハン。ポッコリハンやな。ポッコリハン、これな。ポッコリハン来たな、はい、これな、はい、でこうどうなってるか言うたら、はい、これが、はい、LM9 からの前から入ってる、はい、ポッコリ、ポッコリ犯になってるね。ああ、今隠れたつもりだったの。あ、そうだ、ポッコリ犯になってるわ、今。隠れた方におった。なんか、ポッコリ犯。はい。大体、もうこれぐらいの時間からちょっとおもろくなってくるでな。はい。ないや、多分、おもろいのは本人らだけで。あ、そうなの。ちょうど、あの、茨城のドンフォンから、はい、今、あの、なんか、あの何ていうのメッセージっていうの、はい、あ、LINE か、はい、が来ました、はい、トンポンから、でこう前から後ろからか、はい、後ろからこう攻めたらこれポッコリやん、こっちもね。私あの今身動き取られへんの。でもあれやな、はい、ポコちゃん、はい、あれポコやるすごかったな、はい、
すごい反響だったわ。社長横でかっちゃん一生懸命仕事してるのに何をしてるんですか。あの僕やるやばかったわ。もうちょっともうちょっとま呼ぶのやめるわもう。いやでも数字ガーンと上がりますよ。数字上がってもちょっと嫌やわ。もうちょっとだいぶ言うこと聞けへんからね。はい。言うこと聞かないんで、ちょっとね、これもうあれですね、大変やな。何をしてるかわからへんとこやでな、これ。ただただ俺が映されてるだけだ。そうそうそう、ただ映されてるんじゃね。おっさんが、おっさんが車の下に潜ってるところを動画中で。何がおもろい。一気に。それに探してる感じですね、今。探してます。探してるけど。いやもうこれもみんなで、みんなでも。やばいな。見ましょうか。こっち開けましょうか。行こう。私見てないから。国交大将。僕は。やっぱ、ポコちゃん。結構ええ。ポコちゃん、ちょっともう、そこは、それはそこにおってな。え？そこ、おってやん。うん。なあ。はい。痛い。ああ、眩しい。眩しい。今眩しい。眩しい。ちょっと上見て。ああ。ちょっと上見て。眩しい。急にもう。急に眩しい。はい。てかもう絵面汚いな。ああ、汚いですよ。なあ、もうただの。いや、だってそもそも汚い。そもそもおっさん映してる。そうそうそう。そもそも50人のおっさんやから汚い。しかもそれを何百人の人が見てくれてるやんか。はい。それがちょっと不思議や。不思議やね。ただひたすらおっさんが、はい、ね、奮闘してるっていう。はい。出てる？最後そのプレートつけたら終わりちゅう。これ何をしてたかっていうと、何をしたと思う？ここじゃセルモーターの交換です。おお、分かってたよ。はい。ただ潜ってるだけかなと思って。いや、見守ってるだけでしたけど。ああ。潜ってたら遊んでるんだな。こんな危ないとこで遊びませんよ。ああ今日もあれやな、はい、あれポコンソウル作ってたやん。作ってます。相変わらず人気やわ。はい、ポコンソウル。もう2つにね迫る勢いで。2つに迫る勢いってどういう意味なの。いやもうポコンソウルが今日2つ出来上がりそうやった。あ、そうやった。でも材料足りへんね。材料足りへん。途中で毎回なんか足りへん。なんか足りへんですよね。なあ、それももうあれやね、はい、ポコちゃんの人生やな、はい、一緒やな。何かが足りない。もう今ここ一番言うとこに何か一個足り、はい、っていうね人生ですわ。はい、人生やもね、はい、それがポコンソウル。はい、ポコンソウル。ポコンソウルは完璧ですよ。ああ、そうだ。いけた。ああ、あもう俺帰るわ。え？帰るわ。ここら置いて。うん。帰りだ。帰るで。うん。え？僕は。いや、お手もそこ。え、何をするんですか。見守ってて。見守ってて。マクシーって言っとったんよ、横で。マクシーって言っとったんよ。もう目慣れてきたから。慣れてきた。はい。思うなんや。はい。急に見たから。はい。来ないな、楽しいな。はい。ちょっと怖いですけどね。ちょっと怖いけど。17ですか。17じゃない、14。え、14ですか。うん。何？全部14で行ったもん。これでかいですよ、17ですよ。14。え、いや、マッサンが外したやつじゃないんだよね、これ。いや、俺が外した。え、そうなの？あ、違うのかな。え、17。17いける。17いる。17ある？17ある。じゃあちょっとやめるか。手回しで。